ルビアがですね、先日山口圭司選手からタイトル取ったピチッと強尻バットですね。この選手ですね、まあ、サウスポーのオーソドックスな選手ですね、はい、そして WBC はと言いますと、まあ、WBC はですね、今ご覧いただいたタイのサマン・ソーチャトロン、はい、この選手も、まあ、パンチのあるそのポパイみたいな鉄腕パンチャーですね。そしてこの人ですね、 IBF マイケル・カルバー、まあ、石の拳のニックネームを持ちますけれど、これ、まあ、オリンピック選手からその転向しましてですね、非常にパンチのある選手ですね。このジェイク・マトララという選手はあまり知られてないと思うんですが、はい、これ WBO のですね、フライ級タイトルをそのアルベルト・ヒメネスに取られたんですけれど、このジュニアフライ級でまたチャンピオンになりました。まあ、非常に背は低いんですけど、その豆タンクみたいな体してですね、ボクシング結構うまいんですよね、ベテラン選手です、はい。まあ、このジュニアフライ級はおよそ49キロなんですが、17階級あるうち下から2番目、最も軽いストロー級の次に軽いということになりますが、浜田さんどうなんですか、はい、最近の傾向としてこのクラスどう捉えたらいいんでしょうね。まあ、ストロー級、ジュニアフライ級というのは今までやっぱりスピードの競争だったんですけど ね、まあ、もちろんスピードがなければ通用しないわけでしょうけど、ここ最近はみんなパンチ力がついてきましたね。だからスピードあるのはもちろん、パンチがなければ取れないクラスにもなったということも言えると思いますね。ああ、なるほどね、はい。そして、まあ、かつては東洋あるいはですね、中南米に多く選手輩出されていたんですけども、マイケル・カルバハルという選手が出てきてからですね、アメリカでもがぜん注目を集めるようになりました。これからそのマイケル・カルバハルが登場します IBF 世界ジュニアフライ級タイトルマッチをお送りしてまいりますが、まずはそのチャンピオンのカルバハルからお願いします。はい、アリゾナ州フェニックス出身ですね。年齢は29歳、戦績がですねもう46戦してるんですね。44勝 29KO2 敗、まあ、ムアンチャイ・キティカセム、まあ、ユーリ選手と戦ったムアンチャイですね、これを7ラウンド TKO 勝ちしてですね、IBF のジュニアフライ級タイトルを獲得して、これを9度防衛してますね、はい。まあ、その間にはウンベルト・ゴンサレス、最初の試合ではですねもう逆転 KO したんですけど、再戦そして3度目これ敗れましたね。まあ、だけど最近11連勝飾ってですね、その復調してきてます ね、パンチのある選手ですね、はい。まあ、カルバハルがですね最初にこのタイトルを取ったのが、1990年ですから、もう浜さん7年前なんですね。まあ、そうですね、まあ、普通7年も経つとだん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 ウエイトっていうのは増えるもんなんですけどね、それだけ維持できているっていうのは、まあ、体質もあるでしょうけどね、体質だけじゃなくてやっぱり相当練習量と節制しているから、これだけ続いていると思いますよね、はい。さあ、今日は無敗の挑戦者ですね、指名試合になりますが、指名挑戦者コロンビアの選手マウリシオ・パストラーナと対戦します。この選手はどういう選手ですか。はい、この選手はですね最近10連続 KO を続けている選手ですね、はい。年齢は23歳ですね、戦績が15戦全勝 13KO、まあ、これまで全てコロンビアで戦っているので、ええ、その国際的には無名なんですけど、まあ、IBF の1位上がってきてですね、その無敗っていうのはですね、そこを見せてないということですからね、だからどの程度のその力があるんだろうと、その強打のカルバハルに対してですね、強打を伝えられるこの挑戦者がですね、どんな試合を見せるかっていう、まあ、その辺が見どころですね、はい、はい。そして話題の方がこのカルバハルは先行しておりまして、ストロー級のあのリカルド・ロペスと対戦が予定されているという話もありますから、この試合は絶対に負けられないところだと思いますが、浜田さんどの辺に注目してその試合、はい、まあ負けられないのはもちろん、あとは勝ち方ですよね、カルバハルのパンチを溜めての左フック、これ一発出ると面白いですね。魅力的ですからね、はいはい。さあ、その一発出ますか、どうでしょうか。早速ご覧いただきたいと思いますが、この試合はですね、あのオスカー・デラ・ホーヤとミゲル・アンヘル・ゴンサレスが対戦しました、WBC 世界ジュニアウェルター級タイトルマッチのアンダーカードとして行われました。さあ、ご覧いただきます。1月18日、会場はアメリカ・ネバダ州ラスベガスにありますトーマス&バックセンターで行われたものです。IBF 世界ジュニアフライ級タイトルマッチ、マイケル・カルバハル対マウリシオ・パストラーナの一戦です。会場はトーマス&マックセンター。 And now, ladies and gentlemen, by way of Caesar's Palace, the site where legends are made. おなじみのマイケル・バッファーです。 Incorporated along with your undisputed, undefeated king of beers, Budweiser.This bud's for you. It's time for World Championship Boxing. 12 rounds of boxing for the IBF Junior Flyweight Championship of the World.
This bout is sanctioned by the Nevada State Athletic Commission. Officials remain the same in ringside. And the International Boxing Federation. Supervisor in attendance is Hiawatha Knight. The three judges assigned by both commissions will be Dwayne Ford, Mike Gliena, and Jerry Roth. And when the bell rings, the man in charge of the action, your referee, Richard Steele. And now, ladies and gentlemen, introducing first, fighting out of the blue corner. He's wearing white, trimmed with black, and weighs in 106.5 pounds. His professional record, a perfect one. 15-0, 13 KOs, and he's ranked number one in the world, the IBF. He comes to us from Cincelejo, Colombia. Ladies and gentlemen, here is the undefeated number one ranked light flyweight in the world, Mauricio Pastrana。 ランキング1位の挑戦者です、マウリシオ・パストラーナ。Fighting out of the red corner, wearing white, trimmed with red letters, weighing 108 pounds. His professional record, 44 victories with 29 KOs, only 2 defeats. He's the young man who captured a silver medal in 1988 for the USA from Phoenix, Arizona. Here is the 2-time world champion and reigning IBF light flyweight champion of the world, Las Manitas de Piedras, Michael Carvajal!チャンピオンです。3度目の防衛戦、 IBF 世界ジュニアフライ級タイトルマッチ、レフリーはリチャード・スティールです。あのマイケル・バッハのアナウンス、ちょっと補足しますとですね、まあ、88年のソウルオリンピックですね、ライトフライ級で決勝でフリストフに敗れてですね、ブルガリアの選手ですけど、まあ、銀メダルに終わったんですけれど、まあ、その後プロ転向してですね、これまでその世界チャンピオンにですね、IBF のチャンピオンになって、それでそのゴンサレスに敗れてですね、 WBO のチャンピオンホセ・カマチョに勝ってですね、はい、一度なってるんですね。その後はメルチョ・コブ・カストロとの決定戦で勝って IBF、またチャンピオンになってますから、厳密に言うと3度チャンピオンになってるんですね。そうですね、はい、はい。さあ試合が始まりました。第1ラウンドです。3度目の防衛戦、シロントランクス、チャンピオンマイケル・カルバハル、挑戦者は1位です。これが世界初挑戦になります。5ヶ月ぶりの試合、マウリシオ・パストラーナ、コロンビアの選手、シャープな左を出します。ベルトラインが黒でですね、まあ、坊主頭の方が挑戦者、はい、新鋭でパンチがあるというパストラーナですね。スピードがあります、マウリシオ・パストラーナ。これが16戦目、連続 KO 勝ちを続けています、マウリシオ・パストラーナ。まあ、カルバハルもこれが早くも3度目の防衛戦なんですが、9月が、1度目の防衛戦、2度目が10月、1ヶ月後です。で、12月に一つノンタイトル戦を挟みまして、1ヶ月ぶりの試合と、随分この選手も試合を詰めています。まあ、カルバハル自身がですね、試合する方がその調子が上がってくるタイプなんですよね。左のストレート持っています。まあ、カルバハルの魅力っていうのはやはりこのクラスでは本当にその群を抜いたパンチがあることですね、はい。まあ、その真骨頂ともいえるのが浜さん、はい、ウンベルト・ゴンサレスとの、3度にわたる戦いですよね。そうですね、その時の逆転のカード勝ちは素晴らしいものがありましたね。ましたね。やっぱりなんであれできるかというのはパンチがあるからできるんですね。はい。まあ、その逆転のカード勝ちがありましたのが93年の3月です。7ラウンドノックアウト勝ちでタイトルを手に入れました。そして3戦目に今度は敗れた試合ですけどね、それはやっぱりカルバハルの一番の何ですかね、欠点ですかね、早い選手に苦戦するというところがありますからね、打ち合わない選手、それを徹底的にゴンサレスがやりましたよね。だから打っちゃう選手だったらカルバハル強いですよ。はい、これ40秒、チャンピオンのカルバハルがプレッシャーかけてますね、はい、で挑戦者の方はやはりカルバハルの強打を警戒してますね。非常にスピードを感じさせます23歳のパストラーナ。この
挑戦者もパンチ重そうですね、はい、カルバハルはブロックしてますけど、ボディまっすぐ伸ばしていきます。もう一発、危ない左が伸びてきましたが、それは当たっていません。第1ラウンド終了です。 IBF 世界ジュニアフライ級タイトルマッチ12回戦、このラウンドカルバハルのラウンドにしますね。まずお互い有効ではありません、クリーンヒット、有効なクリーンヒットはありませんね、はい、構成ここでカルバハルの方が相手をその追ってですね、手数出してましたね。ここでその10対9の差をつけたいと思います、ね、まだこれはメインのカードのアンダーカードですから、お客さんはご覧のようにちょっとシートが、だいぶ見える状態です。こちらがチャンピオンのマイケル・カルバハル、ダニー・カルバハル、そうなんですね、はい、兄さんのダニーなんですけれど、このダニーっていうのがですね、非常に心配性っていうかですね、そのハートが小さいというか、非常にそのカルバハルがですねピンチになるとですね、慌てるんですよね。それでカルバハルの兄貴しっかりしろよって言って、そうして逆に選手に励まされるようなチーフセコンドらしいんですね、今まあリング内に入っていました。体大きいお兄さんなんですが、さあ第2ラウンドです。 IBF 世界ジュニアフライ級タイトルマッチ、身長はチャンピオンがカルバハル165センチ、挑戦者が160センチです。5ヶ月ぶりの試合になりますけども、現在10連続ノックアウト勝ち、まあ、連続 KO っていうのもですね、まあ、その数だけにとらわれるのなしに、まあ、どの点のレベルの選手でに対して連続 KO をしてるかって、それが問題ですね。飛び込んでいきました。勇敢です。ちょっとベルトラインでしょうか、注意されました。まあ、コロンビアの選手というのはそのやはりあの情報量の点でですね、実力を測りかねないんですけど、時々いい選手が出てきますからね。まあ、挑戦者のパストラーナ、これだけの KO 率があるんで、もっと足を止めて打つのかなと思いましたけどね、やっぱりカルバハルを研究してるのか、打ったらすぐ動きますね、はい、おっと左肩、打ったら止まってないですよ、右肩が切れなかったんですが、その後フォローした左顔面を捉えています。また行ってみます。確かに速い入り、それから引くのも速い、いや本当ですね、パストラすぐ引いてますからね、そして普通パンチに自信があると打ったらそこで勝負なんですけどね、はい、それはやっぱカルバハルのパンチを相当研究したと思いますね。ここカルバハルは落ち着いてですね、じゃあお前が動くんだったら俺はボディ攻めようと、足止めてやるっていう風な感じでボディドローに切り替えてきましたね。パストラーナ、なかなかパンチ打つときは思い切って振りますね、この挑戦者。ガードを上げて入ってきます。全部グローブで弾きました。カルバハル、あーっと打たせておいて、浜田さん、はい、カルバハル一発打ち込もうという感じが、まあ、感じですね、カルバハルの戦法ですよね、それが当たると強いですよ。なかなか表情だけ見ていても不敵な表情を見せますマイケル・カルバハル。第2ラウンド終了しています。そして2ラウンド目はこの挑戦者ですね、パストラーナにつけたいと思います。どの辺を取りましたか。いいコンビネーション当てて、そしてすぐサイドへ移りましたね、でカルバハルもボディ攻めてきてましたけれど、このパストラーナのですね、逆ワンツーですね、右から左の返しとか、そういったパンチがですねヒットしてたと思いますね、はい、相手に与えたダメージ上だったと思います、ね、
コロンビアの選手です。マウリシオ・パストラーナ、こちらはチャンピオンです。アリゾナ州フェニックスの出身です。まあ、コロンビアはですね、まあ、その初代のチャンピオンアントニオ・セルバンテスですけどね、まあ、日本へ来て勝てた選手とも戦いましたけれど、まあ、この選手がその非常に強かったですね。まあ、ロドリゴ・バルデスとかですね、リカルド・カルドナとかプルデンシオ・そのカルドナ、そういった選手、やはりそのうまくてそしてパンチもある選手っていうのが出てきますね。さあ第3ラウンドです。 IBF 世界ジュニアフライ級タイトルマッチ、左をついていきます。もう一発、カルバハル、おなじみのヘアスタイル、襟足のところ少し髪の毛を残してそれを束ねています。浜さん、このカルバハルはガードの上からもらっても効きそうなパンチ打ってきますからね。本当に腰が入って振りが効いてますからね、ですからこういった距離を置くというパストラーナ、戦いぶりになるんでしょう。先生から見ると15勝 13KO ですから、もっと打ち合うミスルト、インサイドからいいクロス組みで入ってきました。この打ち合い方も打ったらすぐ離れる打ち合い方ですね。はい、シャープな左、いいパンチです。パストラーナ自分からいきます。まあ、パストラーナが足を止めて、打ち合いに出たらどっちのパンチが強いかはっきり分かるんですけどね。まあ、カルバハルを超えるパンチ力を持っているのはそうそういないですけどね。ジュニアフライ級だといないと思いますよね。飛び込んでいきました。はい、まあ、やっぱりあと左ボディブロー。ただパンチの種類もありますけどね。最初浜田さん言われたその左フック溜めて打つパンチですね。はい、これは強もありますね。私は韓国の元オリンピックゴールドメダリスト金光善、金冠寸連れて行って、ええ、カルバハルトに挑戦させた時、左フック一発で仕留められましたけどね。 あのパンチなんかすごいパンチだったですね。最初にタイトルを取りましたのが90年の7月です。その時は防衛9度でストップしましたが、その後またタイトルは取り返しています。マイケル・カルバハル、さあ、左ボディーボロー、めり込むようなパンチを打ち込んでいきます。カルバハル、まあ、アメリカでは以前は軽量級かなりこのクラス軽視されていたんですけれども、どうしてもやっぱりミドル以上ヘビー級とかに目がいっていたんですが、この人が出てきてかなり注目が。効いてますか。さあ、どうするか。足に来ています。足に来てますね。出ていきます。パストラーナ、まだ時間あります。パストラーナ、パンチあるんですね。カルバハル、こめかみあたりに、その右のフックが当たりましたけど、急に効きましたね。あとわずか、しのぐことができるか。ようやくパンチを出しました。このコンビです。いや、しかしチャンピオンぐらつきました。第3ラウンド終了です。第3ラウンド足に効きましたからね。大きくバランスを崩した瞬間がありました。マイケル・カルバハル、目を見たらはっきりしますけどね。はい、足に来たんですね。神経、意識がはっきりして足に来ましたね。はあ、まあ、採点ですけど、私は10対9つけますね。と言いますのはね、ぐらついて足に来るシーンまではですね、カルバハルかなりいいボディブローを決めてですね、プレッシャーかけ続けてましたね。はい、あのシーンより前がですね、パストラーナがもっといいパンチ入れて支配してたら、これでノックダウンに近い状態ですよね。10対8つけられますけどね。このシーンまでのカルバハルの構成を取って10対9です。はい、テンプルから 目の脇にかけてヒットしていたようです。足に来ました。マイケル・カルバハル、第4ラウンドです。まあ、パストラーナこのラウンド攻めたいですね。さあ、 IBF 世界ジュニアフライ級タイトルマッチ世界初挑戦、パストラーナ、このチャンピオンを崩すことができるか。攻めていってますね。浜田さん、あのダメージはどうでしょうね。はい、インターバルで抜けますかね。まあ、回復力にもよりますけどね。そしてパンチの威力にもよりますけど、さあ、どうでしょうかね。まだちょっと分からないですね。
ちょっとホールディング気味離れました。ミドクロスもっています。また効いてますよ、ちょっと動きおかしいですね。また効いてます。ギクシャクしています。ガクガクしています。チャンピオンやるか。右のクロス離れます。パストラーナ大胆にはなりましたが、また効いてますね。離れる戦法は一緒です。ボディからやりは顔面、相対的にパストラーナ、浜さん動き良くなりましたね。やっぱ気分良くしますよ、はい、強いと思われるチャンピオングラついたんですからね、そうですね。今がチャンスです。ブログの左抜けていきます。ガードを破っていきます。これはエルボー、ガードの上です。さあもう一度いきます。左のフック、チャンピオン、この左フックで何人もの相手を倒してきました。インボディブロー、じりじりと開けます。右のクロスから右、チャンピオンが打てば左を出します。パストラーナ、まあ、あの効いてるんですけど、強引に攻めてますよ。カルバール出てきます。ナイスボディ続けます。左右のボディ2つ、その後顔面、顔面です。カルバールのボディが強いですよね、先のパンチ。出方がはっきりとしていました。カルバハル、パストラナ追い詰められてきましたね。ボディブロー、いいボディ、ボディブロー、ただ顎右ダブルです。ボディから顔面へ、チンに持っていきました。左ショート、残り30秒切っています。浜さん、カルバハルちょっとずつ回復してきました。攻めて回復しましたね、攻めて攻めて、そして回復してきて、逆にパストラーナの方が追い詰められてきましたね。前に出てカルバハル、ここまで回復してきました。まあ、やっぱりカルバハル、勝負どころ分かりますね。このラウンド勝負しておかないとやっぱりズルズルいく可能性ありますからね。あ、なるほど、それでいきます。このゴングです。第4ラウンド終了しました。まあ、このラウンド前半この挑戦者パストラーナ、後半カルバハルですけれど、その前半のパンチはカルバハル結構ブロックしてましたね。はい、してました、後半ボディーブロー、あるいはそしてそのコンビネーションいいのを当ててましたから、私はカルバハルのラウンドにしたいと思います。チャンピオン、はい、表情を見ても落ち着いています。こちらは挑戦者。さあ第5ラウンドです。チャンピオンのマイケル・カルバハル、左右の二の腕にはご覧のようにタトゥーを入れています。なんかこうおまじないだそうですね、戦いのための。そうですね、最近アメリカでは結構あのタトゥーっていうのが流行ってるんですよね。おっと、タイミングです。カルバハル、さあその後ボディを一発二発か打ちました。辺はカルバハルのうまさです。やっぱりさっきのラウンド攻めていってよかったですね。完全に、完全とは言えませんがだいぶ回復しましたね。回復しましたよ。先ほどの第4ラウンドスタートはもう足がガクガクしていましたが、それはだいぶ消えました。もともとこういったちょっとギクシャク仕加減のカルバハル動きを見せるんですけども、もうだいぶ動きが良くなりました。逆に追い詰められています。パストラーナ、リチャード・スティールが両者を分けます。この試合は IBF ルール3ノックダウンルールは取っておりません。フリーノックダウンです。どのラウンドもゴングには助けられません。ロフズだよと、これガードの上なんですが、これをもらいながら抜けていきます。また右、力でいきます。マイケル・カルバハル、まあ、挑戦者がですね、最近10連続 KO ならカルバハルの方も最近11連勝、10KO ですね、11連勝中 10KO ですからね。これ強打者同士の対決ですね。そうですね、
まあ、もちろんカルバハルはその中に防衛戦が当然含まれていますし、世界戦も入っているわけです、はい、挑戦者の方はこれが先ほどから言ってますように初めての世界挑戦。右へ持っていきます。一時は WBC と IBF2 つのタイトルを持っていた時がありました。マイケル・カルバハル、さあ追っていきます。浜田さん、ちょっとパストラーが苦しくなってきましたね。そうですね、あの息苦しくなったというんですかね、相当追い詰められてきましたね、はい、常にこうロープに詰められて戦うような状況です。随分圧力感じているでしょう、打っては離れしていたその動く空間が少なくなってきています。お、まあ、逃げの、まあ、逃げっていうんですかね、はい、自分より後ろがすぐロープっていう状態が続いてますね。そうですね、それだけかなり強いプレッシャーを感じているということでしょう。第5ラウンド終了しました。まあ、それはまあ追うパス、カルバハルの方がまあ上手いんですよね、できるだけロープコーナーに詰めよう詰めようとプレッシャーかけてますからね。ポイントは私はカルバハルのポイントに10対9でつけたいと思います。このラウンドいい左アッパーのカウンターありましたね、はい、顎へ。ああいう強い左アッパーをですねカウンターで打てるっていうのはやっぱりカルバハルっていうのはそのいいものを持ってるんですね。で全般通じてそのボディーブローも良かったし、それでプレッシャーのかけ方も良かったですからね。あ、このパンチです、はい、相手が飛び込んでくるところあの左アッパーあれだけ強いパンチをカウンターなかなか打てないですよね、タイミング合わせも難しいですし。第6ラウンドです。今俯瞰の絵をご覧いただきましたが非常に大きな会場、ラスベガスの中でも、まあ、かなりお客さんを収容できるトーマス&マックセンターです。当初はこのメインのカードデラホーヤ対ゴンサレス戦がシーザースパレスので計画されていたんですけども、時期もこれ延期によりましてずれてしまいましたし、屋外はまず無理、シーザースパレスが屋内でやるとするならば小さな会場しか5000人程度の会場しかないためにこのトーマス&マックセンターに場所を移して行われています。そのアンダーカードとして行われているわけです。 IBF 世界ジュニアフライ級タイトルマッチ12回戦、まあ、もちろんメインイベントのですねあのオスカー・デラホーやミゲル・アンヘル・ゴンサレスも好カードですけど、この試合もですねその IBF のまあ指名試合だけあっていい試合になってきました ね、 ね、ライフハング1分を切りました。3ラウンド目あわやカルバハルがノックダウンされそうになりましたね、今パストラーのいいパンチありましたね。入っていきます、いい動き。パストラーのも頭をつけましてこの押してくるのに応えます。打っていきます、パストラーナ。いや、ナッパを突き上げます。だんだん打ち合いに巻き込んではきましたよ、パストラーナも前に出ていくような感じになりました。おーと、これはグローブです。合わせる左フックっていうのも強いんですね、今の下から上もいい感じです。ダブルで持っていきます、いいコンビネーションを見せます。カルバハル動きはもう非常にスムース、もう完全に戻ったと言ってもいいかもしれません。まあ、3ラウンド目のダメージから回復してきました ね、 そうですね、カルバハル、まあ、冒頭で申し上げましたけどね、まあ、あの試合中にパンチ食ってですね回復するダメージと、まあ、回復しないダメージがあるんですけど、まあ、カルバハルの場合はちょっと回復してきているようですね、いや、ナッパー、アゴへ。それから、まあ、体質もあるんでしょうけど、ボディーブローは大体こうダメージというのは蓄積されていくあのパンチだそうですね。そうですね、ただですねやはり個人差があるんですね、そのボディーもですねそのだんだん嫌がる選手と打たれてもキャロッとしてるタイプもいるんですよね。左、おっと左、ボディブロー、あれだけボディ打ってるのにその効きが悪いなっていうか、その後半になっても相手の動きが止まらない、スタミナが落ちないっていうこともありますよね。押し込んできました、パストラーナも一本いきます、ドングです、
第6ラウンド終了しました。浜田さん、このラウンドは割とパストラーナ押されっぱなしじゃなくて自分からも打ってきましたね。もう勝負どころと見たんでしょうね。このままではいけないと、そうですね。そして押されていると動くに動けない、そして下がると追い込まれる、そこで踏ん張ったわけですよね。一つのパストラーナの勝負どころではありましたね。小泉さんは点数的にはどう見ました？やはり私は10対9でカルバハルと見ますけどね。だから前半 の、 そのパストラーナのコンビネーション、打ってはサイドへ回る攻撃ですね、たまに当たってはいたんですけど、そのカルバハルのボディーブローっていうのがですね、こういったパンチですね、クリヒットしてたように私は見ましたけどね。だからああいうボディーブローが来るんで余計サイドへ回って動こうと、足が止まるとカルバハルのボディーブローが来ると、そういう気で動いてるんでしょう ね、はい。さあ第7ラウンドです。 IBF 世界ジュニアフライ級タイトルマッチ12回戦、メルチョルコブ・カストロに12ラウンド判定勝ちで空位のタイトルを手にしました。このカルバハル初防衛戦は9月に行っています。フリオ・コノレル7ラウンド TKO、 2度目は10月12日トーマス・リベラ5ラウンド TKO、 これが3度目です。今いいジャブ打ちましたよ、パストラーナ持ち味を発揮しています。16戦目マウシオ・パストラーナ、右のクロスから若い23歳です。カルバハル29歳、まあ、最もカルバハルがチャンピオンになった時は元アクテ7年前ですから22歳2、3歳といったところです。もうカルバハルもベテランになりましたもんね。カルバハル左目切りましたね。そうですね、左目ちょっと出血しています。それとジュニアフライ級のボクシングをパンチ力の流れに変えたのもカルバハルだと思いますよね。そうですね、このラウンド挑戦者よく手数出してますね。ボディボー、ナゾリ素足で近づいてきまして、体を入れ替えざま左を打ってきました。挑戦者も踏みとどまります。出ていきます。浜さん、完全に、まあ、セコンドの指示でしょうか、戦い方ちょっと変わりましたね。それと、まあ打ち合いのに巻き込んでしまったのか巻き込まれてしまったのかですよね。なるほど。それをその流れをまた変えようとすると相当なエネルギー必要ですよ。頭をつけました。見るボディブロー2つ、どちらもエルボーのあたり、中央から打っていくのはパストラーナです。左からパストラーナ、左右のパンチは外側からでカルバハルにブロックされるんですけど、このラウンド強いジャブをよくヒットしてますね。左離れていきます。カルバハル順調とすり足で、ボディの弱い選手だったらあのボディ一発で決まりそうな強い左アッパーですね。プロテクションカップちょっとそういえばパストラーナの方が出てきました。左か右ベルトラインの上です。同じ黒ですがあんまり分かりませんけども10センチ7センチぐらいは出てるんでしょうか。まあ、自然に下がったのかですね、自分で下げたのかはちょっと分からないんですが、仮に自分で下げた場合ですね、ボディが効いてると呼吸苦しくなりますから。なるほど、下げる場合多いんですよ、自分で下げたならこの再三のボディブローだいぶ効いてるということですね。そういうですね。今コングラス第7ラウンド終了しました。このラウンドはちょっと難しいですね。というのは私はカルバハルのポイントにしたいと思います。ボディブローを取りましたね。しかしそのラウンド早々から強いジャブがありましたね。ありましたね。で後半もちょっとそれ見せましたね。で、まあ、手数も出してました。私はカルバハルの、ポイントにしましたけれど、浜田さんはどう見ました？私もカルバハルのポイントです。今のラウンドは割れていると思いますよ。そうですね、確かに、はい、いいパンチも見せましたパストラーナ。後半カルバハルのボディブロー効きましたけどね、はい、それまでやっぱりパストラーナはいいパンチ入りましたからね。そうですね。スタンド観客席も随分入ってまいりました。そうですね、かなり埋まってきました ね。これバッティングのシーンですね。
これでおそらく切れたですかね、切ったのかもしれません。左側の目尻ですね、第8ラウンドです。 IBF 世界ジュニアフライ級タイトルマッチ。全般的には挑戦者うまく戦っていると思います。打ってはサイド動きで足止めてですね、カルバハルのその強打の餌食にならないようにしてますね、うん、そしてこの速い動き、さすが1位を感じさせる動きをしますが、どうしても我々カルバハルの強いパンチに目が行きがちですけども、どうしてこのパストラーナ、自分もいいパンチを入れています。第8ラウンドに入っています。3度目の防衛戦です。タイトルを取り返してからマルケル・カルバハル、このタイトル通算では12度目の防衛戦ということになります。ちょっとブレイクが多くなってきました。あっとボディ切れます。1回腰が落ちました。手数ストラナーのパンチありますね、速いし威力ありますよ。ハンドスピードだけではないようですね、大したもんですよ。ボディーブローその強いのをハルハルで打つとですね、強いパンチ6発打ち返してきますね。そうですね、頭を下げて向かっていきます。今右フック良かったですね、パストラナー。カルバハルまた出血が始まりました。先ほど連打をもらったあたり、またちょっと傷口が開いたようです。入ってきます。残りまもなく50秒切ります。第8ラウンド、ディブロー入っていません、ブロックはしてますね、してますね、いや突き上げました。本当にジュニアフライ級と思わないような感じること、両サイドですよ、足を止めての打ち合いになります。パストラーナの戦いっぷり、この中盤完全に変わっています。カルバハル、ここでゴングです。第8ラウンドを終えています。このラウンドもちょっと難しいラウンドですね。最後のそのカルバハルのですね、左右アッパーのボディから左フック、顔面返したパンチは、まあ、いいパンチだったんですけどね。パストラーナもいいパンチがありましたね、はい、私はちょっとここもですね、そのクエスチョンマーク宣言してパストラーナのラウンドにつけたいと思います。はい、浜田さんは今どちらを見ました？私はカルバハルのラウンドです。あ、そうですか、まあ、結構難しいんじゃないですかね、このラウンドも。小泉さん、この白い粉なんでしょうか？そうなんです、これアビテンっていう止血剤なんですね。お灸のもぐさってありますね、だから白いもぐさみたいなものなんですね。割れたその傷口へ埋め込むんですね。あまり見られませんけど、当然これ認められてるわけですか？まあ止血剤ではですね、アドレナリンの1000分の1溶液ですね、はい、これは血管を収縮させる、その普通これは許されてるんですね、して世界タイトルマッチ、ラスベガスネバダ州ではですね、アビテンも使うことを認められてるんですね。アメリカネバダ州ラスベガスで行われています IBF 世界ジュニアフライ級タイトルマッチ、第9ラウンドに入りました。カルバハル、
っていきます。右ショートで持っていって左カルバハルの浜田さん、はい、戦いっぷりっていうのは終始一貫してどうでしょう、同じですか、それとも変化が見られますか。まあ、あの3ラウンド目にダ ダウンに近いような、はい、そして4ラウンド目に追い返して、そして5ラウンド目からまた本来のボクシングに戻ってきましたね。5ラウンド目あたりから、はい、テープですね。あ、左のグローブのテーピングが届けてしまいました。これ今お客さんもブーイングです。頭の中ちょっと切ってますね。甘かったですね今。パスラーナ自身が切っているのか、あるいはカルバハルの左の目のあたりの血がついたものでしょうか。まあ、頭の中だと選手とすればそんなに影響しないですけどね、はい、目当たりだとやっぱ 血が目に入るとですね、相当影響ありますけど。先に届いたのはパスラーナのパンチ、踏み込んでいきます。3発続きます。結構タイミングをずらして打つのうまいですね。あ、ずらして打ってるわけですか。はい、大体これぐらいやると打つタイミングは両選手とも分かってくるんですね。そのタイミングをうまくずらしてますよ。パストラーナの方ですね。まあ、カルバハルとするとそういった、まあ、小細工っていうんですかね、そういったことはあんまりやらないんですけど ね全部ブロックして肉を切らして骨を立つ戦法ですからね、はい、ハンドスピードを生かします。バストラン、しかし全体的にはこのように体勢的には押されていきます。エルボーでブロックします。ちょっとトランクが上上がってるせいも、ああ、ミンクロス、パストラーナありますが、肘で完全にボディをカバーすることができます。パストラーナ、ゴングです。これはゴング、ブーイングが起こります。第9ラウンドを終えました。このラウンドもちょっと難しいですね。私は前ラウンド難しいって言ってるんですけど、と言いますのはね、私はカルバハルのポイントにします、はい、しかしそのパストラーナが結構カルバハルのパンチをですね、フットワーク使いながら外してるんですね、あれを逃げと見るかですね、巧みなディフェンスとしてですね、ディフェンスの技術ポイントに数えるかですね。でカルバハルも有効だっていうのはそのラウンド終了前のですねボディーブローだけですよね、はい、ただ攻め続けてはいました。構成っていうことではカルバハルなんですけど、カルバハル右のボディーブロー、その間に顔面に返していきます。パストラーナ手数でやや勝ります。パストラーナ第10ラウンド、浜田さんは先ほどの第9ラウンドですか。私はですねパストラーナなんですよ。ほうほう、攻め続けてるのはカルバハルですけどね、当たった数を見るとやっぱりパストラーナというふうに私は見ましたけどね。なるほど、まあ、この辺で難しいのはですね、例えばカルバハルの一発をですね相手のパンチの何発と10日っていうか等しい値を持つと見るかですね、パストラーナ その軽いクリーンヒットですね2発に対して、そのカルバハルのボディブロー強いのと、こうして計算したときにどちらをよりその有効と見るかですね。おっと、やりそれでも前出ます。最後のフック、さあカルバハル多くの相手を KO あるいは TKO に下してきました。このカルバハル、こういった打ち合いはもうカルバハルのペースです、うん、得意とするところですね、おっと左パストラーナのパンチが当たりました。左に返します。パストラーナも強打で応酬してますね、さあ行きます。おー、グラスいたか、ちょっと効きましたよ。パンチ力はやっぱりカルバハルですね。パンチ力はやっぱり1枚上ですね。カルバハル、さあ行きます。まだ1分あります。第10ラウンド返していきます。頭をつけまして実行できます。まずはボディブロー、スピード落ちましたか。パストラーナ左抜く、ここは左抜くを飛ばしてきます。手を出します。出してきます。いやー、しぶといですね。粘ります。あ、しぶといですよ。
寝かす。いやいや、仕事です。いやとにかく手を出します。パストラーナ前に出てきました。一瞬ピタッと動きが止まった瞬間があったんですが、パストラーナまだこれ浜田さん聞いたらいいでしょうね。ですから打ってそしてカルバルの攻撃を止めた上での回復力ですよね。あさあ左を出してきました。入ってます、両者を分けます。リチャード・スティール、あと10ラウンド目わずかになりました。おっと一発狙った。一発に止める力というのはすごいですね。すごいパンチ打ちましたけどね。チャンピオンマイケル・カラバヘル。さあ第10ラウンドはどう見ますか。私はパストラーナのカルバハルをロープへ詰めて見舞った強い連打ですね。それで全般を通じてパストラーナの方が相手により多くダメージを与えたと思います。パンチは有効だったと思います、はい、パストラーナ10対9です、はい、まぶたそれほど深い傷ではないようです。浜田さんは今のラウンドはどちらですか。パストラーナ打たれて効いたところありましたけどね、その後の攻撃はやっぱり良かったですね、うん、私もパストラーナのラウンドです。大したもんですね。あの強打のカルバハルとですね、足止めて打ち合ってですね、いいの食いながら、あとはですね、結局打ち勝ったわけですからね。ロープを追い詰めて、さああと2ラウンド、11ラウンド目です。 IBF 世界ジュニアフライ級タイトルマッチ12回戦。ちょっと両者にコーナーで表情では疲れた表情が見られています。まあこれだけ両方とも手出せば疲れますよ。そうですね、はい、そして両者ともいいパンチをもらってるわけですかね、この試合中ね。打ってもいるし打たれてもいるし、体は疲れますよ、はい、体疲れて、あとはあれですね、タイトル守る精神とタイトル取りに行こうの競争ですね。うん、11ラウンド目、本当に11ラウンド12ラウンドっていうのは、まあ、多分に精神力の勝負になる時がありますね。今ですね、もう選手がですねセコンドで指示しても分かってないんですよ。あ、ええ、もう頭オーバーヒートしてるのと、それから疲れてるんで、はい、そこがやはり気力勝負になるのと、まあ、普段のトレーニングですね。何クソって勝ってやるっていう気があってですね、その接戦その11、12でですね勝利もぎ取るっていうんだら、やはりもう何回戦でもそうですけどね、6回戦、8回戦、10回戦その最後の 2,3 ラウンドでその相手を打ち勝つっていうのはやはり精神力っていうのは必要ですね。普段やってる練習をですねそこでその力出すっていうのは大事なことですよね。足を使います。パストラーナ勝っています。チャンピオン。ちょっとローブロー注意されました。右から5面3つ続けます。一発返したチャンピオン。お互い11ラウンドでもいいパンチ出しますね。おっと。カルバハルも疲れています。まあ、疲れてるんでですね、その手数減りますね、はい、ただし出すパンチの質は落ちてないですね。当たれば行きそうなパンチ出しますね、その辺がやはり打ち方の差ですね。やはり体、腰を入れた打ち方をもう身につけているから、そういいパンチ打ち続けられるんですね、後半でも。確かに浜田さん、はい、この左の服あたりはもうまとももらったら、このラウンドでもあっという間に勝負決まってしまう、まあ、ですパンチ出してますからね。パンチの溜め方、打ち方、角度といい抜群のもんですからね、なんでこのクラスじゃその打ち方はナンバーワンだと思いますよ。それによく動いて応じますパストラーナ。この辺もまだ動きが残っています。11ラウンド目終了しました。いやー、これはついにラストラウンドまで行くということになりました。まあ、11ラウンド目クロスラウンドですけど、私はカルバハルの、まあ、攻め続けている構成の方にポイントを与えたいと思いますね、はい、
まあ、浜田さん、戦前の予想では、はい、この意外とカルバハル、これまでの防衛の記録などを見ても、この試合も割と早いうちで倒せるかなという、あれもあったんですが、そうなると私は思いましたけどね、まあ、やっぱり対戦相手がしぶといというのもあると思いますね、しぶといからそれだけ最終ラウンド来るわけですけど、カルバハルとすれば予想外いいな展開になってきたんじゃないですか。そうですね、この挑戦者パストラーナ15戦全勝 13KO、 特に10連続 KO 勝ちを続けているだけありまして、これはどちらが勝つにしても早いだろうという見方が大方だったんですが、ラストラウンドまで来ました。坊主頭の選手っていうのは最近見るの珍しいですね、まあ、昔澤田二郎選手がですね、秋山雅選手を破って東洋のライト級チャンピオンになった時坊主頭でしたけどね、さあラストラウンドです。特に中南米での選手、ラテンアメリカのですね、坊主頭の選手っていうのはあまり見ませんもんね、ここまで刈り上げてるのは。中南米の選手にしては、ま、パストラーナはそんなに上半身柔らかくはないですよね。あ、はいはい、ウィービングダッキングヘッドスリップっていうのは使いませんけど、まあ、足を使ってるだけなんですけど、はい、まあ、技術はともかく体に力ありますね。うん、そうですね。やりか、おっと返す左、危ないところです。両者がどうポイント計算をしていますか。IBF 世界ジュニアフライ級タイトルマッチ12回戦。試合によってはこの12ラウンドの両者の動きでそのポイント計算分かる時がありますが、ここまでは同じような動きを12ラウンド目両者続けています。微妙な間合いの取り合いです。入ってきました、パストラーナ。ぐんぐん詰めていきます、カルバハル。ラストラウンドあと半分です。カルバハルは44勝のうち29の KO 勝ちあります。カルバハル、特にここ最近はずっと KO 勝ちを続けています。挑戦者とすれば最終ラウンド打ち合いを避けたような感じがありますね。あ、そうですか、はい、ポイント計算どう思ってるんでしょうね。勝ってると思ってですね、そのこのラウンド倒されまいってしてるんですよね。浜田さん、チャンピオンの方はどうですか。変わらんですね。一緒ですか。はい、まあ、カルバハルは相手によってあんまりスタイルが変わらないですからね。そうね、本当に、ブロックしてまたそのブロックの上を叩き込むというスタイルは変えないですね。まあ、それだけ自信があるからそういったボクシングを変えないわけでしょうけどね、はい、さああとわずかです。両者ともこの試合倒れないのか。まあ、自分のスタイルを持ってですね、相手によって作戦を変えるっていうのでなしに、カルバハルみたいにですね、自分のボクシングを相手に ねじ伏せるっていうのも一つの戦い方ですよね。あ、試合終了です。まあ、ラストラウンド私はカルバハル の構成ポイントを取りますね。パストラーナはフットワーク使って動いてただけですね、はい、振り分けるとやはりカルバハルにポイントいくと思いますね。カルバハルも有効度はそれほどなかったんですけどね、構成ポイントを取ります。はい、あ、パストラーナ周囲にアピールを行います。私の採点はパストラーナが取ったのは2ラウンド、3ラウンド、8ラウンド、10ラウンドですね。他はカルバハルですか。116対112カルバハルですね。4ポイント差ですか。ただその3ラウンド目10対8をつけるか10対9をつけるかでその1点変わってきますけど、Mike Liana scores the bout 116-112. He has it for Carvajal. 116-112. Carvajal, 4 points. Jerry Roth scores the bout 115-113 for Pastrana. 割れました。115-113. 2 points. Pastrana. 115-114 for the winner on a split decision. 115-114. The new champion, Mauricio Pastrana. 2-1.
新チャンピオン誕生です。マウリシオ・パストラーナ、マイケル・カルバハル敗れました。いやー、パストラーナしかもスプリットデシジョン2対1です。パストラーナの勝ちになったんですね。これは場内もうんというそんな感じでしょうか。 IBF 世界ジュニアフライ級タイトルマッチ、新チャンピオンが誕生しました。コロンビアのチャンピオンです。まあ、パストラーナよく戦ったことは認めますけれどね、この試合でカルバハルタイトル失うっていうのはちょっとかわいそうな気もします。はい、スプリットデシジョン2対1で新チャンピオンマウシオ・パストラーナ、無敗のチャンピオンが誕生です。